線なのに行き違い？伯備線倉敷駅で発生する新現象。うさみるちゃんのうさみるチャンネル。倉敷駅伯備線ホームに来ています。今回は複線区間にあるはずの伯備線倉敷駅でなぜか単線区間のように行き違い待ちをする列車が存在するので、その様子を見に来ました。実は撮影中に気がついた。その列車は19時40分発の岡山行き、直前の19時39分発の備中高橋行きと行き違います。それではその様子を見ていきましょう。19時40分発ご注意高山行きは5番乗り場から発車します。電車は3両で到着します。足元ランダル印5番から7番で2列に並んでお待ちください。 The local train 19時39分発旧備中高橋行きは4番乗り場から発車します。電車は3両で到着します。足元三角印5番から7番で2列に並んでお待ちください。倉敷です。乗り降りの際、足元にご注意ください。5番乗り場に到着の電車は普通岡山行きです。実は倉敷駅の先で一瞬単線になるので、今回のように貨物や対向列車の兼ね合いもあり、行き違い待ちをする列車ができてしまうのです。列車は一旦伯備線の下り線路と合流した後、山陽本線の上り線路へ入っていきました。伯備線と山陽本線は立体交差ですが、伯備線の上下線は平面交差、一度合流して分岐のため、こういうことが起こるのでした。倉敷駅での撮影を終え、改札口へ。今回は国鉄型ディーゼル機関車牽引の貨物列車撮影に始まり、国鉄色やパノラマ編成の特急やくも号の撮影、そして今回の珍現象の撮影など、いろいろ撮影することができました。今回撮影した動画は動画説明欄にリンクがありますので、ぜひ見てくださいね。みんな、動画を見たらコメント、過去、チャンネル登録よろしくね。私たちのゴールはまだ先よ、入り口1000円目指して、ずっと抱きしめ